手関節装具を併用し手視進展回復用に開発されたアイブズ初号機アイブズは人間移行学の研究者村岡圭介が開発した脳からの運動指令にこうして筋肉に電気刺激を与える両方及び装置。装置は両方と区別しアイブズ用装置とも呼ばれる。アイブズはフェスや手などの電気療法と並び、 脳卒中などで動きにくくなった体幹や上下肢など、麻痺筋に対し、無収縮時は、収縮育地強度で、随意収縮時はそれに比例した強度で、電気刺激を与えることにより、麻痺筋の随意運動を解除かつ、反復即通しながら、相反抑制により、喫光筋の不随運動を低減し、さらに、筋電図バイオフィードバックにより運動学習を促すことで、麻痺回復を図る両方。 必須となる運動療法に加えて適宜、装具や作業療法、日常生活動作、ボツリヌストキシン、経図外磁気刺激、ミラー療法、親愛療法などと合わせて実施する。一部の医療機関で1日8時間3週間、アイブズ用装置を用いて、日常生活の中で積極的に手指を使用して、回復を促すアイブズ入院プログラム、アイブズ療法、 が用意されている。中でも、パシフィックサプライ社製アイブズと、コード巻き取りき付けて関節固定装具を用いた、アイブズ療法は、ハンズ療法とも独自に言い換えられている。また、アイブズ療法に準拠して、横浜スピア、i t 4ハンドという上司機能訓練プログラムも用意されている。さらに、パシフィックサプライ社製アイブズと、 コード巻き取り着付けて関節固定装具を1日8時間使う手指、アイブズ外来通院プログラムは外来ハンズ療法と呼ばれている。治療機関や場所、装具併用の有無を問わず SK エレクトロニクス社製アイブズを1日6時間以上着用する手指アイブズプログラムはワイブス療法と呼ばれる。ありがとうございます。